はいどうも。今回はこの方。いや、日本人というのはわかるけど、どなた？良寛さんだよ。ふむ。お名前は多くの人が知ってるけど、何をした人かはよく知らない感じの。そうかもねー。亡くなったのが19世紀。意外に最近の人なのね。前にやった空海さんよりも一休さんよりも、ずっと最近の人だね。空海さんは平安時代、一休さんは室町時代だったね。うむうむ。空海さんも一休さんも、普通の人とは随分変わった印象だったけど、良寛さんもやっぱり、変わった人のようだよ。大愚って名乗るくらいだもんね。生まれたのは1758年、ちょうど田沼意次さんが大名に取り立てられた年。出身地は越後の国出雲崎。ふむ、佐渡が見える。もともとは栄三さんというお名前だったけど、その栄三さん、8歳くらいの時に、寝坊をしてお父さんに叱られました。その時栄三さんは、上目遣いでお父さんを見ていました。そしたらお父さんは、親を睨む者は華麗になるぞ、と叱りました。なぜ華麗に？それを聞いた栄三さんは、ショックを受けたのか、家を飛び出していきました。いや、華麗にはならないでしょ。夕方になっても帰ってこないので、家族が心配して探したところ、海辺の岩の上に、ぼーっと立ち続ける栄三さんを発見。佐渡を見てたのかな。で、栄三さんに、こんなところで何をしてるのか尋ねると、まだ華麗になってませんか？と。ふむ。華麗になったらすぐに海に入れるよう準備してたのかな。どうだろう。また別の日。栄三さんは論語が好きで、本ばかり読んでいて、お祭りの日だというのに、家にこもって本を読んでいたので、このままじゃまずい、お友達がいなくなっちゃう、と思ったお母さんは、ちょっと、踊りの輪に入ってきたら？と勧めたよ。それを聞いて、栄三さんは、家を出て行ったよ。で、夕暮れ時になって、庭の灯籠の陰に、何者かが立っているのを、お母さんが発見。泥棒か。ということで、お母さんは薙刀を持ち出し、あれ、良寛さんの家って、武士の家？うんにゃ、村の名主。ということは、農家？商家らしい。刀狩りからだいぶ経ってるけど、なんで武器持ってんの？刀狩りといっても、全部取り上げたわけじゃないみたいだし、地域とか地位で、違いがあったようだし。ふむ、名主の家なら許されてたのかもね。で、お母さんが薙刀を構えて、灯籠の陰に立っている人に対して、誰だ、そこにいるのは。切り捨てるぞ。すると栄三さんが出てきて、ごめんなさい、栄三です。いや絶対違うし。でも、お祭りに行ったと思ったら、暗くなるまで灯籠の陰でぼーっとしてたのね。よほど人付き合いが苦手だったのか。そうみたいね。お母さんがっかりしたろうね。我が子が楽しんでるのかと思ったら、ずっと灯籠のそばにいたとか。そうだねー。そして栄三さん、17歳か18歳で、名主見習いになるんだけど。家を継ぐ準備ね。ちょうど時期的に、凶作が続いていて。天明の大飢饉は、もう少し先かな？そうだねー。でも、栄三さんが見習いになった、1770年代もすでに、例外が続いてたよ。おう。凶作続きなので、お役人と村人の間で、トラブルが絶えないんだ。年貢の問題とか起こるだろうね。で、栄三さんは名主見習いだから、お役人と村人の間に入って、うまく間を取り持たないといけないんだ。ただでさえ人付き合い苦手なのに。で、うまくまとめないといけないんだけど、お役人のところに行って話を聞き、それから村人から話を聞き、お互いの言い分を、そのまま相手に伝えたよ。何か問題でも？何もかも、言ったことそのまま、ポロッと出てしまった悪口まで。まずいじゃない。それで、お役人と村人の関係が、さらに険悪になってしまったよ。名主さんのお仕事、全然向いてないね。栄三さんとしては、すべて正直に伝えたつもりだったのに、お役人から散々叱られてしまったよ。なんで全部伝えるのかね君は。と。栄三さんとしては、ちゃんと正直に伝えたのに、なんで怒られてんの？って感じだったんだろうね。うむうむ。それで名主のお仕事に嫌気がさしたのか。18歳の時、家を飛び出して、地元の曹洞宗のお寺に飛び込んじゃったよ。良寛さんが曹洞宗なのは、たまたま地元に曹洞宗のお寺があったからなのね。うむうむ。で、お母さんが説得に来ても、うちには帰らず、ここで修行を続けた後、22歳になると今度は、倉敷の円通寺に入門。なんで突然岡山県まで？たまたま越後に、円通寺の国宣和尚が来たそうで。で、栄三さんは話を聞いて、この人こそ和菓子だ、と思ったんだそうな。よほど相性が良かったのね。で、家族が止めるのも聞かず、越後からはるばる倉敷まで、良寛という名前も、この国仙和尚さんがつけたよ。そうなのね。でも国仙和尚の修行は厳しかったそうで、お母さんの訃報が届いても、帰京は許されず、円通寺で12年間修行を続けたそうな。なんか少年時代はぼんやりしてる感じだったのに、円通寺では12年も修行に没頭したのか。自分の生きる道はこれしかない、と、確信してたのかな。朝も晩も、誰よりも早く修行に取り掛かったそうな。ほう。灯籠の陰でぼんやりしてた子が、座禅に集中しすぎて、寝食を忘れた、なんてお話もあるよ。一人で何かに集中するのは得意そうだよね。で、師匠の国仙和尚さんの教えが以外で、1に石を引き、2に土を運ぶ。1日作らざる者は、1日食わず。なんてよく言ってたそうな。要するに働けと。でもそれの何が意外なの？それは、良寛さんのこれからの生き方を見ればわかるよ。ちなみに、この円通寺で、師匠以外にもう一人、重要人物に出会ったよ。どなたかね？先輩の、千景和尚さん。いや若すぎるでしょ。こう見えてももう、円通寺で30年も修行してるよ。若く見える人なのね。で、何がすごいの？この千景さん。どう見ても普通の人。何かお坊さん的なお話をするわけでもなし。それどころか禅僧なのに座禅もしない、お経も読まない。毎日畑を耕して、修行僧の食事を作ってるだけ。この人を見て良寛さんは、なんだこの先輩は、30年も何してんだ。と、当時は思ったそうな。どう見ても普通で、30年も修行したようには見えないと。ところが良寛さんはずっと後に、こんな感想を書いてるよ。なるほど。当時は、千景和尚の凄さが全く見えてなかったと。今こそ見習いたいけど、今はもう目の前にいらっしゃらないから無理だと。千景和尚こそ、真に仏道を極めた人だったんだと。ちなみにこの頃の良寛さんも、やっぱり変わったエピソードがあって。どんな？あまりに身なりが粗末だったので、泥棒と間違えられて、生き埋めにされそうになったのに、何の言い訳もせず、そのまま埋められそうになったそうな。作り話っぽくも思えるけど、師匠が作ってくれた詩からも、良寛さんならあり得る、と思えてくるよ。1790年頃に、師匠の国仙和尚さんから、印鑑を得るんだけど。印鑑って？悟りを得た証明なので、誰でももらえるものじゃないよ。なるほど。で、その時に、こんな印鑑の下を作ってくれたよ。これは意味がよくわからない。まあ、お坊さんが作った漢詩だから仕方ないよ。人によって色々解釈あるみたいだし。一句目に、良寛って入ってるのね。良寛さんのお名前と、良い、広いをかけてるのね。そうだね。愚かに見えるかもしれないけど、あなたの歩む道はますます広く穏やかになっていくよ。次の、とうとうにんぬんは。とうとうというのは、色々気にせず自由なことらしい。気にしない、気にしない、気にしない。にんぬんは運命に任せるという文字だろうけど、とうとうにんぬんと続くと、自分の人生を信頼しきって、軽やかに生きてる感じになるね。そうだね。信ずる者は救われるというのは、そういうことなのかもね。そのとうとうにんぬんの良寛さんの境地は、他の誰も理解できないだろうと。次の杖の意味はよくわからないけど、自然僕の杖ということで、自然体の生き方を表してるのかもしれないけど、人生で転ばないための杖は、すでに渡してある。という意味かもしれない。最後もまたわかりにくいけど、良寛さんの人格を考えると、悟りを開いたあなたなら、どんな場所でだって昼寝できるほど、のどかでいられるよ。ってことかな。まあ、いろいろ解釈はあるみたいだけどね。北京にも、心あるもの住とどまらんに、なべてみならくどなり。って、あるじゃない？それに似てるね。で、これ以後の良寛さんの生き方は、まさにこの師匠の死のようになっていくよ。さすが師匠は見抜いてたのね。で、この翌年、国仙和尚は亡くなり。良寛さんは師匠に言われた通り、放浪の旅へ。この頃30代前半かな？それくらい。20代はずっとお寺で修行、30代になって放浪の旅。放浪って言うとかっこいいけど、今で言う不老者なんですが。不老者って言うと今はイメージ悪いけど、良寛さんから見ると、現在の私たちの方こそ、とてつもなく窮屈な生き方に見えるだろうね。そうだね。そんなに色々心配して、自ら苦痛を生み出すことないじゃないかと。さて、とうとうにんぬんの放浪を続け、良寛さん40歳くらいの頃、お父さんが亡くなったということを知り。なんで亡くなったんだろ。名主のお仕事に疲れたのか、お父さんも家出してしまって。親子揃って家出とは、やっぱり似てたのか。ただお父さんの方は京都で身投げしてしまったらしい。おう。良寛さんの方は家出した後予期しに出会えたけど、お父さんは悲しいことに。もう年齢が年齢だし、悲観したのかもしれない。で、越後の実家に帰ってみたけど、実家も寂れていたので、悲しくなったのか、中に入らず通り過ぎ。またしばらく放浪した後、国上寺5号庵に移ったよ。空いてたのかな？前に住んでたお坊さんが亡くなったらしい。ふむ。この時良寛さんはもう、40代後半。円通寺を出た後、随分放浪したね。ちなみに、越後に帰ってきた直後に、また生き埋めにされかかったそうだけどね。今度は放火犯に間違えられて、生き埋めにしようとする人多すぎませんか。そして例によって良寛さんは、言い訳もせずおとなしく埋められそうになったと。なんでや。みんながそう思ったのなら、それでいいじゃない。とうとう人運にも程がある。まあ御坊庵に移って以降は、穏やかな生活が続くんだけど、自分のお寺を持ってるわけじゃないので、檀家さんもいないし、葬儀とか法事とかもない。人を集めて、何か仏教的なお話をするわけでもないし、日が暮れるまで、子供と遊んでるのが大好き。収入はどうしたの？全部、近所の人からの寄付で成り立っていたそうな。おう。それで、74歳で亡くなるまで、ずっと生活できたよ。なんかすごいな。特にお坊さんらしいお仕事をしてるわけでもないのに、ずっと生活が成り立つとは。御坊庵に来る以前も、ずっと放浪してたわけだし。それでも生活が成り立つのが不思議。イエス・キリストはお弟子さんたちに、食べ物や着物のことを心配するな。すべて神が備えてくださる。と言ったそうだけど、良寛さんもまさにそういう生活をしてるみたい。ふむ。イエス様が言ったことを、良寛さんの師匠は、とうとう人運っていう言葉で表してたのかな。そうかもね。良寛さんの場合は、仏教的なことを言葉で説明しなくても、生き方とか人格自体が、仏道ってこういうもんなんだよ。っていう説明になってたのかもね。それでみんななんとなく惹かれて、頼まれてもいないのに寄付もしちゃうのね。うむうむ。とうとう、長岡のお殿様が、あなたのために立派なお寺を作りますので、どうかそこの住職になってください。と、言ってきたそうだけど。おお、ラッキー。でもそれは断ったそうな。ええ、もったいない。そんなに製品にこだわりが？製品へのこだわりというより、今の暮らしの方が気楽でいい、ということなのでは。ふむ、余計なことに気を使いたくないってことかな。良寛さんとしては、いろいろ持つほど、気にしなきゃいけないことも増える。って考えなんだろうね。でも普通の人なら、食料がなくなったら死ぬかもしれないって、不安を感じるところだけど。良寛さんの場合は、それならそれでいいっていう感じなのでは。ふむ。まあ、黙って埋められちゃうくらいだしね。そういう人なので逸話にはこと書かなくて。例えば子供たちとかくれんぼをして、子供と遊ぶの好きだからね。良寛さん、めっちゃ隠れるのが上手かったのか、子供たちは見つけることができなくて、そのうち暗くなったので、子供たちはお家へ帰っちゃったよ。ひどいじゃない。それでも良寛さんは隠れ続け。いや、その絵は違うかと。とうとう朝に。ええ。で、お仕事に出てきた村人が、良寛さんを発見。何してるんですか良寛様。すると良寛さんは、お静かに、子供に見つかってしまいます。いや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 。もう子供たちいないから。この逸話にはいろいろな解釈があるけど。実は、本人大真面目で隠れてたのかもね。良寛さんならそれもあり得る。それから、ある意地悪な先導が。雑子ら。良寛さんは絶対怒らないと聞いて、そんじゃ確かめてやろうと。船をめっちゃ揺らしたところ、良寛さんは素直に川に落ちたよ。さらに雑子ら。で、そのまま良寛さんが素直に沈んでいきそうになったので。いや素直にも程があるでしょ。船頭さんが慌てて助けたところ、良寛さんは怒るどころか、船頭さんにしきりに感謝したと。おう。それは船頭さん。めっちゃ後悔したろうね。良寛さんはこの行動で何かを教えよう、という気はないんだろうけど、周りの人は自然に影響を受けちゃうよね。そうだね。ここで何か説教臭いこと言われると、意地悪な船頭なら反抗するかもしれないけど、こんな態度に出られたらね。川に落ちたというと、子供に命令されるままに、橋の上から川に落ちたこともあるそうな。それはまた、子供も反省するね。そうだね。そういう生き方や人格そのものが、説法になってたおかげか。いかにもお坊さんというお仕事はしなくとも、必要なものは自然に集まってきたそうな。ふーむ。何もしなくても、恋人まで向こうからやってきたよ。なんだって。まあ指定愛と言うべきかもしれないけど、良寛さんが70歳の時、40も年下の、鄭信二さんという美人が訪ねてきて、ほとんど押しかけで死のようになるよ。40歳年下。その時鄭信二さんがどれだけ感激したかというと、初対面の喜びが、こんな歌として残されてるよ。おお。こんな風に間近にあなたに会えるなんて、嬉しすぎて夢じゃないかと思っちゃいます。って感じかな。うむうむ。そんな感じで高揚してる鄭信二さんに対して、良寛さんはこんな風に返してるよ。鄭信二さんが、夢のようですって興奮してるのに対して、その夢という言葉を使って、この世は夢のようなものだから、その夢の中でまた夢を語るも見るも、あるがままでいいんじゃないかな。なんて落ち着いた感じで返してるのね。まあ少なくとも拒絶はしてないよね。良寛さんにとっては、初恋かもしれない。なんか泣ける。こんな歌のやりとりをしつつ、穏やかな交流が続いたけど、良寛さん74歳の時、鄭信二さんのところに、良寛さん危篤の知らせが届くよ。おお。慌てて駆けつけてみると、良寛さんはきちんと座って待っていました。危篤だったのでは。でもそばに行ってみると、喋るのもやっとのようで、良寛さんはやっとの思いで、こんな歌を詠んだよ。おお。なんか、初めて会った時の喜びで、鄭信二さんが作った歌を、ちゃんと覚えてて、それに合わせたかのような歌を。うむうむ。初めて会った時の鄭信二さんの歌、やっと会えた、夢のようです。というのに対して、良寛さんは亡くなる前に、やっと会えた、もう思い残すことはない。と、泣ける。この後良寛さんは、鄭信二さんの看病も虚しく、どんどん衰弱していって、最後はこんな句を残して亡くなったよ。おお。修行と放浪の人生で、人と深く交わることはなかったけど、あなたには何もかも全て見せちゃったね、てへ。という感じかな?まあ解釈は人それぞれだろうけど。良寛さん、人生最後の5年をどんな気持ちで過ごしたんだろう。ということで、ちょっと川に落ちてくる。じゃ。え、なんで?いやなんで?ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。